速表彰へと移らせていただきます。まずはじめに優勝いたしました河合選手に尼崎市公営企業管理者有川康弘より尼崎市長杯が贈られます。シリーズ制覇の証、クリスタルに輝く尼崎市長杯、そのカップが今河合美幸選手に手渡されました。続きまして今シリーズの優勝賞金450万円の小切手ということになります。ありがとうございました。続きまして一般財団法人日本モーターボート競争会尼崎支部岡崎一郎執行役員より日本モーターボート競争会会長杯が贈られます。日本モーターボート競争会会長杯、その大きなカップが今河合選手に手渡されております。岡崎執行役員ありがとうございました。続きまして関西スポーツ新聞5社を代表いたしまして幹事社でおられます株式会社デイリースポーツ広告事業局局次長岡田勝信様より関西スポーツ新聞5社杯および副賞が贈呈となります。岡田様より今関西スポーツ新聞5社杯、そのカップが贈呈となりました。続きまして副賞といたしましてダンヒルのセカンドバッグ、その贈呈ということになります。岡田様ありがとうございました。そして続きまして河合選手には祝福の花束が贈呈ということになります。アクアコンシェルジュからの贈呈です。それでは河合選手にお話をお伺いしたいと思います。G2 の尼崎モーターボート大賞、見事なシリーズ制覇ということになりましたのは河合優輝選手でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。厳しい戦いが終わりました。今まず率直なお気持ちというのはいかがですか？そうですね、もうすごくホッとしてます。ホッとしましたか、はい、インタビューもあった段階で船足に関してはある程度手応えがあるという話もありました。そうですね、昨日準優勝戦に逃げ切れたのが自信になったので、はい、よかったと思います。そしてレースまでまだあと時間もあったわけなんですが、どうですか、緊張はせずに過ごせましたか？ちょっと風が強かったので、そこの部分と進入っていうのでちょっとどうなるのかなっていう不安はありましたね。でも朝からの表情も拝見してましても、例えば静岡の先輩ですとか今節は同期の皆さんも頑張ってらっしゃって、すごく声かけ合ってなんかいい雰囲気で過ごされてた気もします。そうですね、同期のみんながこう声かけてくれて、こう緊張を取ってくれたんで、すごく力になりました。ただ先ほどちらっとお話があったその優勝戦進入ですが、なんかリラックスが吹き飛ぶぐらいになかなか厳しい動きでしたね。そうですね、それが逆にこう吹っ切れたというか、もうダメでもともとと思って行きました。特訓でその動きが多分感じられたと思います。展示でも動きがあって、もう腹はくくっていきましたか、優勝戦？そうですね、もう自分の起こし位置、もう深いところから行こうと思いました。そしてインコースを取り切ってのスタートです。先ほどお話、風もありました。いかがだったんですか、感触は？そうですね、もう入ってると思ったんで、もう思いっきり行きました。タイミングは1-8あたりだったと思いますが、勘と比べては？もうちょっと勘っていうのも分かんないですね。もうとにかくじゃあ思い切っていこうと、はい、そして1周の1マークです。ご自身のターンができましたか？そうですね、ちょっとプレッシャーあったんで、ここで焦ったらダメだなと思って、こうしっかり自分のターンをしようと心がけてました。結果としてそのターンが6回できたんじゃないですか？そうですね、よかったです。
改めましてこれでこの優勝がグレード2、まあ、特別戦でいうとこの初のタイトルということになったわけなんですが、お気持ちいかがでしょう。そうですね、まさか自分が取れると思ってなかったので、このチャンスはもう絶対にもう逃さないと思ってもう無心でいきました。ずっとねコンスタントな活躍はもちろんされていたんですけども、去年の後半ぐらいからですかね、G1 戦でも徐々に結果が出てくるようになりました。まあ、たまたまこういいエンジンにこう当たったとかそういうのもあると思うんですけど、そういうのの積み重ねでこう自信になってきたりとかもしてたので、はい、やっぱりプロレーサーです、結果が少しずつでも出てくるとご自身の中でその手応え自信というのは大きくなってくるんですね。そうですね、やってることはもう昔から変わってないんですけど、やっぱり自信とか経験っていうのは積んでいかないとなかなか成長していかないので、そういった部分でここ最近は成長できたんじゃないかなと思います。そういう意味では今回そのプレッシャーも跳ねのけて、厳しい戦い侵入も跳ねのけてタイトルをゲットされました。またこれは一つ大きな自信になったんじゃないかと思います。そうですね、このレースを乗り越えればきっともっと強くなれると思って、はい、行ったんで結果が出てよかったです。ということはもっと強くなれますね。そうですね、もっと上の舞台経験してしっかり揉まれて頑張りたいと思います。グレード2のタイトルを取りました。まだ少し先にもなりますが、クラシックの権利ですとか SG というね、諸先輩師匠も待っている舞台が待っています。そうですね、すごい楽しみです。分かりました。そういう楽しみな戦いが続いていくわけですけども、タイトル手にしたのはちなみに尼崎の水面でした。どうでしたか今まで水面の印象は。そうですね、あまり尼崎ボートで活躍できたことがなかったので不安っていうかイメージもなかったんですけど、これですごくいいイメージになりました。分かりました。ますますそれではね、好きになっていただいて、そしてますますの活躍をこの後も期待したいと思いますので、最後にもう一言ファンの皆様に今後の意気込みも含めてメッセージをお願いいたします。はい、また尼崎ボートに来た時も一生懸命頑張るんですけど、いろいろボートレース場いろいろもありますけど、これからもいろんなレース場でもっと活躍して皆さんの船田県に貢献できるように一生懸命頑張ります。応援お願いします。ありがとうございました。見事な優勝、川井由紀選手に毎度大きな拍手お送りください。